ンドレアポンピリオのバックステージにやってきました。イエーイ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 のテンションはい、そして今日はマックシニアアーティストの池田ハリス・ルミコさんにインタビューをします。よろしくお願いします。はい、早速ですがルミコさん、今回のファッションウィーク全世界を回ってきたということなんですが、ルミコさんから見てその世界のトレンドは一体どんな感じでした？そうですね、今回 SS15 は AW14 引き続きこう一人一人の個性を生かしたメイキャップっていうのがベースに基づいてるかなっていうところあります。例えば先シーズンはこうオイルを質感を使ってリアリティで見せるこのドゥイな感じ、ドゥイというのは濡れた感じだと思うんですけれども、私が思うに今シーズンはテクスチャーはグロス系を使ってのこう見せるこう立体感っていうのがポイントかなと思いますね。池田さんのこだわりは何ですか？そうですね、やっぱり一人一人違うじゃないですか、はい、骨格も それをまず把握してどういう風なルックにしていくかっていうことにすごくこだわりを持ってるし大事だと思いますね。そこがポイントです。先ほど見せてもらったあの、マッサージなんですけど、はい、あれもこだわり、骨格をこう触ったりだとか結構こだわってましたよね。すごいですよね、はい、ゴッドハンドでしたね。いやいや、とんでもないです。やっぱりこうどこがリンパなのか、はい、どこがポイントなのか、どこの視点でこう流して、要はこう老廃物を流してあげるかっていうことをすることによって、やっぱりこう見ての通りバックステージってすごい忙しいじゃないですか。でやっぱりすぐにファンデーション貼りたいですよね。そうするためには正しいマッサージをしてしすぎるんではなくて、はい、流して流して、それでまあファンデーションすぐ入っていこうかなって感じですよね。はい、そうすることによってメイクのノリ、こうフィット感やこう張り感が出てきますし、質感全然違いますよね。やっぱりねベーシックが大事ですよね、はい、基礎からすぐに入っちゃうとやっぱりフィット感っていうの全然ね違うんですよね、はい、勉強になります。いや、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。基本が大事ということかな。今シーズン SS15 のマックさんの意気込みを教えてください。やっぱりこう春じゃないですか、はい、春夏のコレクションだから、やっぱりこうワクワクした感じで楽しくやることが一番大事なのか、はい、まあ基本的なことなんですけど、はい、それがこう作品に出ると私は信じてるんで、ただなんか技術だけでこう追ってやるんではなくて、自分自ら楽しむっていうことが一番大事なことなのかなって私は思いますね、はい、こうやっていいものが出来上がっていくと信じて、まあやってます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます